こんんばはミネラルウォータータ伊藤です今日はコメリオリジナルミネラルウォーター富士山の美味しい水こちらを紹介したいと思います、えー、とじゃあ早速ラベルを一周してみましょう、えー、富士山の岩盤で長,く長年磨かれた美味しい天然水ということで、えー、富士山の絵がドーンと描かれていますね、えー、実はですね私あの以前もコメリの、えー、オリジナルミネラルウォーターを紹介したことがあったんですね それを手に入れたのはですね、広島県江田島、えー、まあ離島だったんですけども、そこのコメリで手に入れました。それは島根県産だったんですけども、こちらはですね、関東地方で手に入れた製品なので、違う採水地の製品となります。 えっとですね。えー、採水地が山梨県南鶴郡山中小村。えー、先ほど申しました通りですね。えー、広島県の江田島で手に入れたのは、えー、島根県産だったんですけども、こちらは山梨県の山中小村さんですね。えー、販売者が株式会社コメリ。コ、えードが51、ペーハーが7.4。大変飲みやすい水でした。えっ、ー、と、口当たりも軽くてですね、えー、後味もいい、スッキリしていて、えー、軽い感じ。 誰が飲んでもですね嫌いとは言わない水だと思います。そしてバナジウムがですね1リットルあたり51マイクログラム含まれています。バナジウムというのはですね高血圧とか糖尿に良いとされている成分で、まあ、もちろんこれ1本飲んだだけではね薬ではないので何も起こりませんけどももしかするともしかするとですけども、えー、人によっては効くこともあるかもしれません。 もちろんこれ聞くって言っちゃうとですね、薬事法違反になってしまうので、どのメーカーも聞くとは書けません。ただ、もしかするとですけども、あの、わずかな可能性として聞く可能性が、聞く人もいるんじゃないかな、ということが言えるんじゃないかと思います。ですけども、そのね、効果をえ過信して、導入するっていうのは私はお勧めできません。聞けばいいんじゃないかな、とかですね。まあ、聞かなくてもしょうがないかと。 いうくらいの気持ちで長い時間をかけて飲む飲み続けるというのが正解なんじゃないかなと思いますそしてですねもし全く効果をきか、えー、感じることができなかったとしても水をこまめに飲む習慣をつけるということ自体がですね体には良いと思いますので結果的にはプラスになるでしょうえー、バナジウムのですね、えー、含まれている製品というのは富士山周辺の製品に多く ありまして、まあこの製品を飲む必要はないんですけども、まあ、ついでに例えばコメリに行ったついでに買っておこうとかそういう時にですね手に入れて思い切って使えるの安いですから思い切って使えるのがいいと思いますそんな感じですかねえー、世界遺産とは書いてますけども世界遺産 富士山が世界遺産に登録されたからといって、この製品を買おうと思う人はあんまりいないと思いますんで、それはあんまりアピ,アピールポイントにはならないと思います。ただ、この製品の水はですね、とっても美味しいので、飲みやすくて美味しいので、えー、ぜひ小森に行ってですね、えー、目にした方はですね、手に取って買って飲んでみてください。よろしくお願いします。